Show me what it's like to be circling in the dark. Cause without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark.こんにちは、タビマスです。今回は埼玉県秩父市にある、ウォーターパーク長瀞フィッシングエリアをご紹介するよ。それでは、早速釣り場と施設のご紹介からスタート。ウォーターパーク長瀞フィッシングエリアは、釣りだけでなく、キャンプなどのアウトドアも楽しめる施設だよ。料金表はこちら。時間券から1日券まで選べるよ。フィッシングエリアは餌釣りとサブポンド、メインポンドの3つのポンドがあるよ。サブポンドはルアーのみ、メインポンドはルアー、フライが楽しめるよ。足場も良いので子供や初心者が楽しむのにもぴったりだね。受付ではタックルがレンタルできるほか、ルアーの販売も充実していたよ。カップラーメンも販売していたので、一日釣りをする人も安心だね。施設内はキャンプや宿泊できるコテージがあり、たくさんの人でにぎわっていたよ。You can take me high. ちなみにレギュレーションはこちら。心配なルアーは受付で確認すると安心だよ。それでは釣りをスタート。ご主人頑張ってね。
スや川下りなどいろいろなアウトドアを満喫できる施設だよ。杉葉さんと一緒に楽しんでみたいな。初心者の方にもおすすめの釣り場です。ぜひ行ってみてね。それでは今回はここまで。